宇宙の果てから届くまばゆいばかりの光、その源は私たちの想像をはるかに超える謎に満ちた物体クエーサーです。クエーサーとは、はるか宇宙の彼方に存在する想像を絶するほどの輝きを放つ天体です。その名前はクワジステラーラジオソースの略で、純正電波源という意味があります。しかし、その名が示す通り、星のように見えるこれらの物体は、実は銀河の中心にある超大質量ブラックホールの周りに形成されたアクティブな銀河核なのです。では、なぜクエーサーはこれほどまでに明るいのでしょうか。その答えは、ブラックホールとその周囲の物質の相互作用にあります。超大質量ブラックホールは、その強力な重力で周囲のガスや星などの物質を引き寄せます。この物質はブラックホールに向かって落下する過程で、螺旋を描きながら加速され、非常に高温の膠着円盤を形成します。この円盤内の物質は摩擦により加熱され、莫大な量の光や X 線を放出します。この放出されるエネルギーが、クエーサーを宇宙で最も明るい物体の一つにしているのです。クエーサーが放つ光の量は、その規模からして驚異的です。一つのクエーサーが発する光は、100兆個以上の太陽に相当する輝きを持ち、時にはそれを支える銀河全体の光を上回ることすらあります。これほどの光量は、クエーサーが私たちから見ても非常に明るく輝く理由を説明しています。クエーサーは宇宙の初期に形成されたとされ、それらの観測を通じて宇宙の誕生や進化についての貴重な手がかりをもたらしています。クエーサーの発見は、天文学者たちが宇宙の奥深い謎を解明しようとする中で偶然にも発見されました。1963年、カリフォルニア工科大学の天文学者マーティン・シュミットは、ある奇妙な天体のスペクトルを分析していました。この天体は 3C273 という名前で知られるようになりました。この天体のスペクトルを詳しく調べると、それまでに見たことのない強い赤方変異が観測され、これはその天体が非常に遠い距離にあることを示していました。赤方変異とは、光の波長が天体からの距離に応じて長くなる現象で、宇宙の膨張を示す証拠の一つです。 3C273 の赤方変異は、それが私たちから約23億光年も離れた場所にあることを意味していました。しかし、その距離にもかかわらず、 3C273 がこれほどまでに明るく見えることは、天文学者たちを驚かせました。これは3C273 が信じられないほど大量のエネルギーを放出していることを意味し、そのエネルギーの源は何か未知の過程によるものであることが明らかになりました。この発見は宇宙物理学の理解を根本から変えるものでした。それまでの天文学では、遠くの天体がこのように明るく見えることは想像もされていませんでした。クエーサーの発見は、宇宙の遠い過去を探る新たな窓を開きました。このようにして、クエーサーの研究は宇宙の歴史に関する貴重な情報を与えており、宇宙の謎を解き明かす鍵となっています。クエーサーは宇宙の遥か彼方に位置しており、その距離は数十億光年にも及びます。光年とは、光が1年間に進む距離で約 9.46 兆キロメートルに相当します。つまり、クエーサーから地球までの距離は、私たちの日常生活のスケールではほとんど想像もつかないほど遠いのです。例えば、最初に発見されたクエーサーである 3C273 は、地球から約23億光年も離れています。これは 3C273 から放たれた光が地球に到達するのに23億年もの時間がかかることを意味します。クエーサーからの光が私たちの目に届くということは、文字通り宇宙の過去を見ているということに他なりません。このようにして、クエーサーは時間を超えたメッセージを運んできます。
私たちが今観測しているクエーサーの光は、宇宙がまだ若く、現在とは大きく異なる状態にあった時代のものです。クエーサーの観測を通じて、私たちは宇宙の初期の状態や、宇宙がどのように進化してきたのかについて学ぶことができます。宇宙のスケールを考えるとき、クエーサーのような遠い天体からの光が、地球に到達するまでにかかる時間を理解することは、私たちが宇宙における自分たちの位置をよりよく理解するのに役立ちます。私たちの存在する時間や場所は、宇宙の広大な歴史と空間の中で非常に小さなものです。しかし、クエーサーからの光を通じて、私たちはその遥かな距離を超えて宇宙の一端を垣間見ることができるのです。クエーサーの研究は、宇宙の大規模構造やその膨張に関する理解を深める上で、重要な役割を果たしています。クエーサーは、その輝きによって遠く離れた宇宙の隅々までを照らし出し、宇宙の最も初期の状態を映し出す貴重な窓となっているのです。最新のクエーサー研究は、これまで以上に詳細なデータを提供しており、宇宙の始まりに関する理論をさらに裏付ける結果をもたらしています。例えば、遠くのクエーサーからの光を用いて、宇宙の膨張速度をより正確に測定する研究が進行中です。これらの測定は、宇宙定数の値を精密に決定するのに役立ち、宇宙の膨張モデルを改善する上で重要な役割を果たしています。また、クエーサーを通じて観測される宇宙の初期の状態は、ビッグバン理論やインフレーション理論といった、宇宙の始まりに関する理論の検証にも貢献しています。これらの研究は、宇宙の始まりから現在に至るまでの物語を解き明かす上で、不可欠なものとなっています。宇宙の最も遠い隅からのメッセージを解読することで、私たちは宇宙の謎を一つずつ解き明かしているのです。クエーサー研究の未来は非常に明るく、その可能性は無限大です。最先端の望遠鏡や観測技術の進化により、私たちはこれまでよりも遠い宇宙、より古い時代のクエーサーを観測できるようになるでしょう。これにより、宇宙の最初の数百万年から数十億年にかけての宇宙の進化や大規模構造の形成についての理解が深まります。また、クエーサーからの詳細なデータを用いて、宇宙の膨張速度のより正確な測定や、暗黒物質や暗黒エネルギーの性質に関する新たな知識が得られるかもしれません。これらの進展は、宇宙の全体像をより鮮明にし、私たちの宇宙に関する理解を新たなレベルへと引き上げることに寄与するでしょう。クエーサーの光が私たちに届くことで、宇宙の始まりから現在に至るまでの複雑な物語を少しずつ解き明かすことができます。今後の研究が宇宙のさらなる秘密を明らかにしてくれることを期待しましょう。それではまた次の動画でお会いしましょう。